皆さんこんにちは、今日はコラボ委託事業は委託事業にふさわしくないということでお話ししようと思います。1月4日に、東京都が公表した、監査結果について、コラボ弁護団が、同じ日に声明を出しました。で、この声明を読んで私は、この事業は公金を使ってやる委託事業にふさわしくないと感じました。理由は2つあります。一つ目は不透明性、二つ目は不正防止システムの弱さということになります。一つ目の、不透明性なんですけど、これはこの事業の特性から出てくると書いてあるんですね。虐待から、虐待や DV から逃げてきた若い女性を保護するものであるという。で、暴力的な加害者からの信じがたいほど執拗な追跡から逃げていることもある。だから女性やスタッフの安全確保のために、居場所の特定につながりうる、情報は出さないということになるそうなんですね。で、その一例として食事代の、領収書に、例えば誕生日祝いなどと書き、その情報が情報公開請求と、何らかの機会に外部に知られることとなると、その日付の誕生日の女性を追跡している加害者に、コラボが支援していることを気づかせる短所となる危険性がありえますって書いてあるんですね。はあ、そこまでってね。だから安全確保のために秘匿性が大きくなっている。その結果、透明性が低くなりすぎていると私は感じました。だから女性がどこの誰かもわからないし、本当にいたのかもわからないっていうね。で、食事会もそこに被害女性がいたのかどうかもわからない。で、本当に被害があったのかの確認もできない。全て二等氏などのスタッフによる事実認定と、その必要性の判断に基づいて支出されているんだろうと思うんですよね。だから支出が必要妥当だったのかの確認が不可能なんですよね。ブラックボックス状態になってしまっていると思います。で、こういう状態だと不正が可能なんですよね。例えば不要なことに支出することもできるし、適当な女性を連れてきて被害者ということにして支出することもできるし、活動実績を水増しすることもできるということになると思います。で、このような不正が可能な状態で、公金が使われること自体が問題だと思います。とはいってもですね、役所の仕事でも一般人がね、付きっきりで監視してるわけではないんですよね。でも全てを調べ上げて、例えばここの書類に載ってる人どこの誰やとかね、調べるわけでもないんですよね。だからそのね、都がね、この団体を選んだんだから、信用して選んだんだから、もうね、信じましょうっていうね、それでいいかっていうとね、良くないと思うんですよね。それなぜかっていうと、二つ目の、不正防止システムの弱さになります。この委託事業をやるのは、公務員じゃないんですよね。で、公務員の場合には、例えば刑法で、公文書の場合だけ虚偽公文書作成罪っていうね、犯罪があるんですよね。で、公務員についてだけ、収賄罪っていうのがあるんですよね。そういう厳しい、なんていうかね、刑罰による威嚇があるんですよね。ところが委託事業ならそういう刑罰の対象にならない、んですよね。で、公務員には懲戒制度がある。で、癒着とかがないように定期的な移動もあると思うんですけど、そういうのもない。で、支出に関しては役所ではね、入札とかね、公正さを担保する制度があるんですよね。委託事業の場合は随意の契約支出になると思うんですね。このように公務員の場合に働く不正防止システムが働かないから、その完全に信用して任せてしまおうっていうのもにもならないと思うんですよね。だから以上の理由から、この事業の委託を解消し、元々の、民間の団体としての活動に戻すべきだと思います。で、この弁護団の声明にもこう書かれているんですよね。虐待や DV と困難な事情を抱える、若年被害女性の支援は事業の性質としては本来であれば福祉行政が直接責任を持って行うべき性質のものであると考えています。私もね、同感なんですね。役所が自分でやるべきだっていうね。
で民間も自分のお金で自分でできる範囲でやるっていうね。でまあそれでまあ連携する程度にとどめるべきだと思います。ではご視聴ありがとうございました。